江龍之介は自分の剣だけを信じて生きておる。剣を取って戦う時は親も子も兄弟もない。早速に果たし状の早飛脚をやれ。芝居倉の机の長屋へな。して勝負の期日は明16日、場所は芝増上寺大門右手の松林。時は人通りを避けて夜明けの宇野国。